ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は1984年3月10日腰中指導三沢光晴メキシコ修行スタートについて触れてまいります。ルーテーズ杯優勝の腰中と準優勝の三沢が海外武者修行へと出発。この日メキシコシティに無事到着しました。早くも2人のデビュー戦が決定。アレナメヒコでフィッシュマンペロアグアヨと対戦します。腰中は侍指導、三沢は神風三沢としてルードとして活動していくことも決まりました。今後の2人の活躍が大いに期待されます。